ロシアのフェスティバルで歌うパティオースティンパティオースティンはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市ハーレム出身の R&B ジャズ歌手4歳にしてアポロシアターにてデビュー5歳の時に RCA レコードと契約クインシー・ジョーンズとダイナワシントンが洗礼時に大父母を務めた1960年代後期にプロのセッションミュージシャンになる 1976年に CTI レコードからアルバムエンド・オブ・ア・レインボーを出しソロデビュー。続いてハバナ・キャンディ、ボディ・ランゲージと発表。マイケル・ジャクソンとの It's the Falling in Love やジョージ・ベンソン等とデュエットしている。1980年代はクイーンシーのクウエストレコードと契約。1990年に GRP レコードに移籍。 1996年発表のアルバムジュークボックスドリームスは日本のポニーキャニオンからの販売で1998年発表のイガンドアウトオブラブとほぼ同じ内容である2007年にコンテンポラリージャズの新英レーベルランデブエンタテインメントと契約4月にアルバムガーシュウィンソングブックをリリース2008年に同アルバムで初のグラミー賞を受賞した 日本では1981年の d o You Love Me が有名。ディスコでパワープレイされた。1996年発売のアルバムジュークボックスドリームス収録のキスはテレビ東京、出没、アドマチック天国で使用された。また、松田聖子の赤いスイートピーをレッドスイートピーとして英語カバーしている。ありがとうございます。